中国鉄道 CR200J 型電車は中華人民共和国の在来線専用車両である。CR200J は中国鉄路走行師と中国駐車が中心となって行っている動力集中型動車組と呼ばれるプロジェクトで開発している車両で中国駐車グループの製造所で製造されている。動力集中方式の車両で復興号という愛称で呼ばれている。 和解型電気及び 25T 型客車の時代となる在来専用高速型車両で復興型高速鉄道車両と車内設備や保守点検方式等の共通化がなされている。中国鉄路走行指摘のもと、大連記者、カブス電力記者、南京裏鎮車両、東山記者車,車両及び関係企業、研究機関が共同で開発した。 短編成型短編成型の CR200J 型は、1M8T の給料編成で、制御客車の KG25T 型客車と7両の 25T 型客車、FXD1J、または FXD3J 電気機関車で組成されており、アイスニア、アイアのような単単式機関車と運転台のある、制御客車を組み合わせた、プッシュプル方式で、 気回しをせず推進運転が可能である。また編成同士の増結や、機関車のみの充電も可能であるが、両端を制御客車とし、編成中に電気機関車を挟む、編成の蘇生はできない。客車は制御客車のみ一等車で、残りは二等車である。2018年3月時点での編成総数は7、編成である。2018年4月20日に、 乱油線で試運転を行った。長編成軽長編成系の CR200J 型は、2M16T の18両編成で、16両の 25T 型客車と編成両端の FXD1J、または FXD3J 電気機関車で蘇生されており、TGV や中華の星と同様の前後の機関車で、客車を挟み込む動力集中方式である。 短編成形との相違点は、両端とも機関車であるので、制御客車がない、ホーム有効長の関係で、重連運転ができないことである。また、中間の客車は、工場出場前に編成を変更することが可能で、食堂車、座席車、寝台車、荷物車を適宜組み込むことができ、実質上従来型の機関車検引式列車の編成と明確な相違点はない。 この他、輸送量の変化に合わせて客車は9両から18両の間で自由に編成長の変更が可能であるが、編成変更は製造会社の工場で変更した上に走行士のデータベースで変更を記録した後で営業運転が可能となる。2021年に改造したラサ人気鉄道向けに開発された車種。CR200J の長編成型と同様。 編成の両端に機関車が連結される形の編成を組むが、路線のうち90%が標高3000メートル以上の高所を経由することから、それらに対応した設計が採用されているほか、停電などの緊急時でも走行可能なように編成の一端の機関車はディーゼル機関車となっている。中国の巨大経済圏構造である。 一帯一路計画のもとで建設が進み2021年の開通を予定している中国ラオス鉄道には旅客用車両として CR200J がに編成導入されることになっており中国本土への直通運転も実施される。ありがとうございます。